万から30万って書いてあったんですけど、実際面接で行ったところ給料はなんか決まってないみたいです。その年齢と経験に応じて、まあ、給料が変わる、まあ、最低多分20万はいくとは思うんですけど、で、それでね、残業と、まあ、早出があるっていう話を聞いて、でそれね、支給されるのかなと思ったら、なんか固定残業込みの給料ですって言ったんで、まあ、どうなるか分かんないんですけど、20万から40時間分の残業プラスして、まあ、24万ぐらいで支給してくれるのかなっていうのがいいんですけど、まだね。だけど、もしかしたら、40時間分の残業を込みで20万って言われたら、それはちょっとね、きついような気がして、ちょっとまあ仮に分かりやすく言って、残業を1時間1000円で考えたとして、40時間残業しました。でそうすると、まあ、年4万円。それが込みで20万だったら、本当にね、やばいかなと。基本給自体は16万じゃないですか。それじゃあね、なんか高卒の最初の給料みたいですね。社会人1年目って、まあ、それやったらね、ちょっとね、やばいんじゃないかなと。それと、まあ、一応その環境のね、作業員わかんないけど、なんか営業の方の話を持ちかけられて、できんのかなみたいな感じで思っちゃったんですけど、なんか会社でまあ話を持ち帰って、まあ、面接の話を持ち帰って営業か、まあ、作業にするか、まあ、どっちにするかってこれからなんか決めるみたいな感じで言われて、でそれで営業でもその作業員になるんで、あとはね、何もね、求人のあれには書いてなかったけど、パソコンね、使うそうなんですよ。そしたらね、やっぱパソコン使うってこと言ってくればよかったんですよ。書いてくればよかったんですけど、まさかね、パソコン使うと思わなかったんで、でやるのは、まあ、Excel 関係って言ってましてね、調査したことをなんか入力するっていう。まあ、Excel 関係は、僕自身ね、パソコンあまり使わないんで、まあ、できるかできないかって言ったら、なんとも言わないです。わかんないですね。なんとも言えないかもしれないですね。なんだろう。高校の時とかでよく、まあ、パソコンの授業がありまして、まあ、Excel やったりとかしてたんですけど、まあ、ちょろっとやればできる。大体2人1組でなんか作業員はやるみたいですけど、まあ、最初のうちはね、くっついてやっていけばいいと思うんで、ちょっと教えてもらってね。でそれで、どうだろう、まあ、他
ャー試験みたいなやつがあって、なんか簡単なペーパーみたいなって言われたんですよ。だからもうほんと簡単な適性検査みたいなのが来るかと思ったら、あれですよ、まさかのね、なんか数学の問題とかさ、科学の問題が出てきて、まあちゃんとね、高校行って勉強してる人とかだったら、まあ、できるようなことだと思うんですけど、僕自身ね、高校行ってても全く勉強してなかったんで、もうハテナマークがいっぱいなんですよ、またまた。方程式とか分数とか、あと科学の記号とかさ、そういうのが出てきて、もうちんぷんかんぷんで、全く分かんない。なんか X とかどうちゃらこうちゃって、あの方程式になると、なんかプラスとかマイナスとかってで働かないとやばいと思ってるんで、もう一箇所はまたなんか工場関係の溶接系みたいです。で6ヶ月間はなんか時給制みたいで、6ヶ月間経ってから月給制まあ現状そんな感じです、まあ、おそらく僕自身行くところで毎回毎回怪しい感じなんで今悩んでますね。まあこの動画アップしてて、もしかしたらその面接先の人に見られたらすげえショックですよね。こいつまた辞めんじゃねえかみたいな感じで思われちゃうんで、まあまあまあそれはしょうがない。これもね、この YouTube も一応副業なんで、ね、全く利益出てないですけど、やらないよりはマシかなと思ってまあそんな感じですかね、現状は。はい、ということで、まあ、今回もやばいんじゃないかなと思ってますさあ、まあ帰って何するか、また GT スポーツでもやろうかな。はい、ということで、ご視聴ありがとうございました。